やってまいりましょう。ブルーホースです。今回はデトロイトを夏休み企画としてプレイしていきたいと思います。リバティ誰アウト交渉人が到着。繰り返し交渉人が到着。あ、動けるね。あー動かしやすい。種明かしするとね、さっき、あ、これでいける。あ、楽。めっちゃ冷めた目するやん。キャロライン・フィリップス、エマ・フィリップス10歳と、キャロラインは37歳、ジョン・フィリップスは、19歳ってことですね。俺より年下やん。だからか。Please, oh, please, 何かっていうと、テストプレイみたいな感じで、ちょっと音楽とか音声全体の音のバランスと、僕が喋ってるボリュームが合ってなかったので、ちょっと取り直しをしています。なので、ここで何が起こるのかっていうのは、もう正直答えしちゃってるんですけど、何せ初めてだったんで、グダグダすぎて、何をするのかっていうのは全然分かってなかったので、それで今、もう一回やり直してます。もうちょっと細かく見てみたいなと思います。なので皆さんお付き合いください。あ、まずアラン隊長と話す。あ、いいよ。規定路線みたいですね。まあ、アランといったらアラン・リックマン、もしくはアラン・グラントですね。たたや架空の存在なんだけど。どうもキャプテン・アラン。元気？ My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife.アンドロイドです。 It's firing at everything that moves. It already shot down two of my men. We can easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. 道連れだ。じゃあ、 Do you know its name? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach.あ、マジか。X とは逆なってる。Do you know if it's been behaving strangely before? 様子がおかしくしたという報告ありましたか。 Listen. いいか。Saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. 俺が始末をつける。それはどういう意味？俺の始末をつける。それとも、ロボットの始末をつける。まあ、どっちでもいい。あれ？ちょっと、勝手に。まあいいや。Y と X 逆なんだよな、これボタンの。後で修正しとかないと難しくなる。なるほど、細かくいくね。ブラックホーク、名前かっこいい。で、X で再現。ピン。あ、こっちか。ボタンがまくそそできない。ここで Y を押すと、変異体は地中。変異体って何？ウイルス性の何かかな？ A と B は合ってるな。X と Y が逆なんだな。あ、了解、理解した。ボタンにだんだん慣れてきた。で、他に調べることはないかな。ここで夫婦がイチャイチャしてんだと。で、あ、ちょっと進んで。で、続きまして、エマの部屋に行きます。で、これが2038年の音楽か。わからん。これ 0.495 とか、じゃあ 049.5 とか、そういうの一体何なの？あ、違う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 。ほい。スケスケ iPad。裏が見える。再生。チュイン。ダニエル、世界で一番のアンドロイド。ほら、ダニエル、喋って。このダニエルが、犯人。っていうわけですね。ダニエルか。で、エマ。ダニエルね。ラドクリフとワトソンや。何があったの？何があったの？二人。あんな仲良かったやん。で、何？ローン・アントキンスじゃねえや。All units hold positions. The negotiator's going in. Ah, Papa-san, 殺
なるほど、ガッテン行ったわ。はい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 。さっき写真無視したから、フィリップスー、あ、ちょっと、ジョン・フィリップス。なるほどね。で、もうちょっと、で、肺下部に出血、内出血、9ミリ弾によるなんちゃらかんちゃら。で、あったあった。ここにも受けてる。肺上部に、あ、肺ってこんなとこにあるんだ。そっか。ああ、いけたね、全部。中段空いてるところ、左の腎臓、致命的な外傷。あ、もう一回。もうちょっと洗いざらい、裸にしてしまうよ。ほい。で、X を押して、再現。で、座ってます。後ろに犯人が立ってます。で、Y を押して、父親は何かを持っていた。何を持ってた。で、あ、お前ダニエル、ああ、撃ってるよ、ちゃんと。ああ、すごいね。飛びながら2発当てられた。で、手に持ってた、その、あ、もういい。もう、ジョンはいい。だって、ジョン知らないんだな。あれ、手に何か持ってた。あ、あった。これじゃないの？拾えない？これじゃないのか？だって。分析が足りてないのか。手に何か持ってる。再現、もう一回再現して。あった、お前だ。ロック、何を見てたのか見せてもらう。もう終わりだよ。今のアクロバット楽しい。手に取る。スケスケ iPad パートです。ロック。買い替えられるラドクリフが、打ち切れて、ワトソンに手を出した。で、ロック。で、ウィズリーと、イチャ。平気だ。全然平気じゃなさそうだけどな。デトロイト市警の警官が第一応答者だった。あ、見っけ。データ収集中。で、心臓ぶち抜かれましたと。で、死亡者は、アントニー・デッカート巡査、8時3分死亡。で、発砲は一発のみ。あ、撃ったけどやられちゃったってことですね。で、再現してみましょう。まず、逆再生っていうのが面白い。ちょっと待って。この角度に敵が逃げていきます。だからやられるかパン。あ、撃ったけど撃たれた。なるほどね。ここでまず撃ったんだ。変異体は警官に撃たれた。なるほどね。そっから、逆に打ち返された。何しろ。さあ、間違えた。人質は発砲を目撃した。その前に見てるやろ。ここで見てるやろ。見てるやろな。で、うわー、やられたー。あ、銃が飛んでった。なるほど。で、ここで、武器を発見。以上。じゃあ、まずはその武器を、取りに行く。前に、血を流す。ブルーハワイ味やな。ブルーブラッドでしたね。アンドレザーの調子で PL600、 T600 は2017年から。で、続きまして、お、なんかぐんぐん上がってくね。で、ここで調べる。靴、
裸足なんだね今。子供サイズのカラフルで人間の結婚、人間の結婚、正しく負傷した可能性。おい、ローション何傷つけてくると思う。子供は結婚まで傷つけちゃうか。はい。で、これを手に取ってやつを始末する。アンドロイドはいかなる武器だと携帯または使用してんだから、あ、手に取った、隠した、あれ後ろで見られてるよあれやばくない、しれっと、あれなんかさ、サイズ変わらなかった、あれちょっと待って、君見てたよね、なんで何も言わないの。あれ、なんか良くない気がしてきたよ。近いすんじゃないこれ。あれ、これ、ワトソン死亡。He may have taken the lives of at least one family member and a police officer. If confirmed, this would be the first case of an android deliberately taking human lives. By all signs, the SWAT team are preparing for an assault. And it's been just over an hour since the group was taken hostage on the top floor. なるほど、これがPV しか見てないんですよ、マジで。2018年のゲームだ。夕食を取るとこれで成功率上がるわけないよね。あとはもう調べるところ全部調べ尽くした。シュートリアルなのになんかこう難易度高いよね。他何かあるの？てかアランどこ行ったの？アラン、アラン、アラン、おお、ああ、 What the fuck are you doing? You gotta talk to it or what?なんかグームを言わさず、なんかまあいいや、じゃあ行こうか。しゃ、痛い、やめろ、まだロックされてるね。やめて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 、いやいやいや、さすがアンドロイド、そんなギリギリ立ってる、つま先だけで立ってる状態で。これが何、デトロイトって言うんでしょうか。A、名前。Hi Daniel. Hi Leslie. My name is Connor. My name is Connor. How do you know my name? ハリー・ポッターとターミネーターのお互い人気を博した仲だろ。I've come to get you out of this. 君を助けに来たんや。お前の武器は No. 持ってないよ。I don't have a gun. You're 何も持ってない。嘘つくの、なんで I know you 銃持ってるんだろ、なんでわかった。 I'm telling you the truth, Daniel. 嘘ちゃう嘘ちゃう、しんしんしん。 I came here unarmed. ほら、何も持ってへんよ。原因、エマとする。 X とは逆にしたらダメだから、 X。 I know you and Emma were very close. You think she betrayed you, but she's done nothing wrong. She lied to me. え、嘘ついてた。I thought she loved me.But I was wrong. She's just like all the other humans. Daniel, no. There's no way out, Daniel. What you've done is too serious. The only question is whether or not you take another innocent life. It's not up to you. I'm holding all the cards. If I die, she dies. You hear me?買いかるして君はショックを受けた。そうなんだろう。I thought I was part of the family. I thought I mattered. But I was just there. 俺はただのおもちゃ。いや、おもちゃではない。おもちゃは人の命を奪う。あの音がおかしくなりそうです。あの音がおかしくなりそうだ。Tell that helicopter to get out of here. どっかやってくれ。でかく。俺が言っても従わないだろう。耳がそんな顔に。
信じろ。You have to trust me, Daniel. 必ず君の次の作品は大ヒットするって言ってるから。あんな死体になって、おならこいて、水をブブブブ進むような役は絶対させないから。車か。When I'm outside the city, I'll let her go. じゃあ。That's impossible, Daniel. Let the girl go, and I promise you won't be hurt. I don't want to die. 私武器持ってるって言ってる。じゃあ、You took human lives. Nothing can stop them from destroying you now. Taking one more life won't do you any good. I've spent my life taking orders.Now it's my turn to decide. また。さよなら、ワトソン。今度はコナーとラドクリフの新作品をお見せしました。よく見たら右膝怪我してる。ワイの人生これで良かったんや。まあ人の命が救われたということでグッドエンディングしましょう。あれこれ私コナー死にながら今日パート1ゲーム終了ですか。のぞくな。あら、非常ですな。まあ、ロボットに登場を壊すときにはいいところですかね。まあ、何未来から何回もね、コナーを殺すために送り込まれてきたような人たちですからね。いろいろと作品がごちゃごちゃになってる。はい。これは、シーンのフローチャートです。これまで見てきた物語や、まだ体験してない道筋、そして物語の可能性を確認できます。各項目でボーナスメニュー用のポイントを獲得できます。ゲームの性質上、フローチャートのコンプリートにカウントされない分岐やエンディングも存在します。エマを救うためにコナーが落下した。まあいいんじゃないですか、それで。全世界の選択。じゃあ次行きましょう。続ける。2030年11月1日か。3ヶ月弱が経ちましたね。AX400 スリアルリブート。ウラミア本舗リブートかな。してる人いるかな、ウラミア本舗って漫画。あれ結構面白いんですけどね。めっちゃ見られてる。This is the top of the range トップクラスの家事アンドロイドですよ。It cooks 10,000 different dishes. Come on, Zoe, let's go. Just stand by it. ゾイ鳴らしてるけど、ゾイの人じゃないから。Elementary school up to university. 右スティックで周りを。なんかサイズちっこくない？これは何かしらのロボットなのかな。めっちゃ後ろでなんか肘ついてみてるやつ。あれちょっと待って動けない。めっちゃなんかしょぼくれた経過みたいな人来た。家事ができるロボット。It switches to surveillance mode and contacts emergency services if there's a break-in. どう実際にアンドロイドがいたら買います。How much is that one over there? The MP800 is slightly more expensive, but it has many other functions. Come along and I'll show you. 美味しい料理とか一番面白いな。それがわずか8000ドルで買えるってなったら。There it is. 買うかもしれない。It's a bit difficult getting it back in working order. 無理だよ。It was really messed up. What'd you say happened to it again?聞かれたんだ。Stupid accident. ただの事故さ。See. Anyway, it's as good as new now. Except that we had to reset it. Meaning we had to wipe its memory. Hope you don't mind. It'll be fine. Okay. Just give it a name. もう無理。さよなら。バイバイ。AX400. Register your name. ちょっと待って。My name is Kara. 私はカーラ。カーラカーラ。ソニーインタラクティブ。早すぎて英語が読めねえ。デトロイト。いいよね、デトロイトって。一回行ってみたいんですよね。バッドボーイス。って言ってわかる人いないんだけど。1980年代の、ね、バスケチームのですからね、まあ。モーターシティって呼ばれた頃の2004年にね、NBA で優勝した時のチームがやっぱ感慨深いというか、一番思い出に残ってるんだよな。初めて NBA 見たのが、
NHK 放送で、あの BS でやってたんです。2004年のシーズンで、ちょうどね、年末年始くらいでレイカーズ対ピストンズ、その年もなんとね、ファイナルのレギュラーシーズン中の試合を見たわけですよ。ファイナルの組み合わせになったっていうのは、まあ、あの中学生くらいになってから知ったんですけどね、まあ、その時のね、チャン・シングラムス、リップ・ハミルトン、ティーション・プリース、ダッシャード・ウォレス、ベン・ウォレス、最強だったよね。あとはね、リンジー・ハンターとか、あの辺りの渋いね、ガードとかが好きだったわ。まあ、デトロイトってね、僕が知ってるのを見たら、そのぐらいの知識ですけど、あとやっぱ、あの中学校とかの地理の教科書なんかには、よく、その車の盛んな地域っていうのが有名だったりしましたけどね、めっちゃ物欲しそうに言ってるけどな、アメリカ、いろいろこんなのいっぱいいた、ハリウッドとかにもいっぱいいたよ、で、マクドナルドでめっちゃ物乞いされたもん、お前のよく食ってるハンバーガーよこせよって言われましたね。でも何言ってるか分かんなくて、パードゥンパードゥン聞きまくってた隣のなんかちょっと中年のおばちゃんに、あのこの人はハンバーガーが欲しいって言ってるのよみたいな感じで丁寧に教えられたんです。多分そう言ってたんだろうね。僕英語喋れないし聞けないしなんで適当に解釈してますけどね。はい、ということでね、デトロイトいよいよ本格的に始まっていくということで、まあ、夏休み企画としてね、1ヶ月間ぶっ通しでこのゲームをやっていきたいと、まあ、どのくらいのパートになるかって全然予測がつかないんで、どうなるかってわからないんですけどね、まあ、とにかく楽しみにやっていこうと思いますんで、ぜひお楽しみいただけたらというふうに思います。あれゾーイじゃねえ、後ろさっきの走ってる、ゾーイですね。 Yes, I think that's it. それっぽい髪型でした、ね、同じ日だし、まあ、ということでちょうどチャプターが切るところで来ましたんで、本パートはこの辺りにしたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。